で、とにかくアルゼンチンを行くのがもう3時だと楽器も間に合わないので、ブエノスアイレスに着くのが本番日の1時45分空港に。でそこから会場に行くのに出国入国っていうか、その意味ぐらいでいろいろ考えると、多分会場着くのは4時あとは組んでるけれど、実際にやれる人たちの PA とか楽器の人たちがほぼいない。だからそれの人たちが3時とか4時ぐらいから組むっていう。メキシコからヒューストンに行って、ヒューストンから乗り継ぎでアルゼンチンに行く話だったんですけど、まあ、ヒューストンで、飛行機が最初1時間ディレイだったんで、まあ、1時間ぐらいだったら大丈夫かなと思ってたら、いつの間にかこう全部バタバタバタとキャンセルになって、でその時確かヒューストンで、まあ、結構な大雨とあれで、まあ、周りも全部洪水みたいになってて、で飛行機が飛ばなくなってしまい、でまあ、時差もあって現地の方とも連絡がなかなか取りにくかったんですけど、で結局最終的にいろいろ調べた結果なんですけど、やっぱ間に合わないってことで時間的に、でアルゼンチンの方の、会場のプロモーターなりいろいろなスタッフに、まあ、最大限にいろいろとできることを頑張ってもらってたんですけれど、やっぱりまあ会場の振り替えも厳しいというところで、まあ、メンバーともスタッフとも相談して、まあ、今回はちょっと非常に残念ですけど、まあ、ちょっとアルゼンチンの公演をちょっとキャンセルせざるを得ないかなということになりました。アルゼンチンに行けなくなった時点で止めたんですよ、あの日本から送ってた機材だけで送ってたやつを。でそれが止められたから、アルゼンチンにその荷物は行かないでブラジルに来る予定になってたはずなんですよ。なんだけど昨日の夜着いてて、で今日が祝日だから税関が全く働かないって話になって、じゃあ本番の日いつ機材届くんだって言ったら、最初夕方の6時って言われて、今現状だとそれが早く来ないとライブができないんですよ。よかったよかった。このままだと本当にいいですね。声もかなりでかいから、下からのちょっと下がってみんなが持ち上げて
はい、全部はできる。 UAD がオーバーロードした時も分かりますか？それはどうですか？あの多分一回この辺発達になったら出ないといけない。じゃあ、そういう時は、もう一回ディザブルになっちゃったら、そいつ自体を落として立ち上げる。結局今回、その海外のツアーで、まあ、プロツールスのプラグインを使った、その音作りというか、まあなんか、ギターアンプを使ってないんですよ、今回。でそれでまあちょっとリハで一回ちょっとフリーズしちゃったんで、そうなった時の対処法を今一度確認。ずっとドグマツアーの流れから来てるんで、まあ、結構頭に入ってる部分もありつつ、代々木までの資料はあの別でちょっと保存しちゃったんで、一回そっちに立ち返ってそれでちょっと思い出したりとか、あとまあ浦原君と確認して、そうですね。でまあちょっと大変でしたね、最初は。僕はもうこの間と一緒、ここはもう、まあ、何言うか分かんないんで解散届にして、これはまあすぐ行くつもりで、ルキのあのあれ言い終わるの、ま、待ってくれればそっちだよ、最速というか。あ、もちろん、うん、それ終わりせーじゃあぐらいかな、はい、あとは大丈夫。ラックが朝来てなくて、今日はスタンドバージョンで、やることになって、ます。でスタンドにしようか、2バスにしようか、1バスにしようかとかいろいろな選択肢があったんですけども、なんとか2バスの、スタンドバージョンというか、それでいけるようになりました。これから本番ですが、リハ本番ですが、何事もなくいければいいと思います。Eles não se importam só com a música, eles se importam também com a imagem, com o contexto todo de um concerto. Você pode ficar atraída pelo sentido musical, mas você também tem o visual. Isso é muito interessante. Nem todas as bandas têm. Mas vai mais para a raiva. Sim, o que eu levo mais em conta mesmo são as músicas, além do visual. A música em si, o rock, eu gostei mais da batida deles. Eu gostei muito das letras também, algumas eu já assisti na internet. Me faz pensar dessa letra, que a música deles faz fala o que eu sinto. O que eu não consigo expressar, eles expressam música pra mim. Porque as outras bandas costumam falar de coisas naturais. Eles falam da realidade, que é o que o mundo tem sobre sofrimento, sobre amor, sobre tudo. É isso que eles sendo diferente das outras bandas. Mas depois, também pela musicalidade deles. Então as guitarras, o baixo mesmo, porque está sempre presente, eu sempre consigo escutar o baixo dele. Todos, então acho que primeiro pela voz do Luke, depois pelos outros. Então acho que é o único, sabe? O Gazette, ele tem umas músicas muito boas, uma melodia muito boa, letras muito boas, e o visual deles impacta qualquer um. Então é muito bom estar aqui hoje e poder ver tudo isso de perto. ガゼット
お立ちの上でジャンプしてたらバコンってひっくり返って。セットリスト的にはどうだろう。良かったのかな。でもなんか歌物のところもう一曲減らしてもいいかなぐらいは思ったかもしれないですね。完成がすごく全くあれでしたね。あのイヤモニが聞こえなかったです。モニターが。まあでも楽しくできましたね。うるはくん心配です。見てくださいあれ。楽しんでる姿。